はい、それでは、本日の、インタビューを伺っていきたいと思います。まずは本日の勝利おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今日は先発の江藤投手、はい、8回途中1失点、はいはい、まずはそこから感想をお願いします。そうですね、本当にナイスピッチングでした。9回も、マウンドに上がってもらって、はい、まあ、初完封してもらえるかなとすごく期待したんですけど、はい、まあ、ちょっとエラーも重なって、はい、最後失投で、はい、残念でしたが、また次回に、期待したいなと思ってます。はい、その中で途中から松田投手が上がりました。はい、松田投手どのように今感じてますか？そうですね、まあ、あのピンチの場面で、すごい緊張したと思うんですけど、そこでしっかりと自分のピッチングをしてくれるので、まあ、後にあの松田と伊藤龍があのまだいるっていうことで、やっぱりあの江藤をそのまま9回も投げさせることができたんで、はい、なるほど。徐々にこうピッチャーの起用法が確立されてきているように見えます。そうですね、その辺りいかがでしょうか？そうですね、もう本当にシーズン始まって序盤はですね、なかなかリリーフ陣も固まらなかったりとか、投打噛み合わないっていうこともあったんですけど、まあ、今はもう怪我人も、回復してきて、投手陣の層も厚くなってきているので、リリーフの方にしっかりと、いい投手が、集まってきて、投打噛み合ってきて、ここの連勝になってきているかなと思います。なるほど、はい、明後日からの3連戦も期待したいです。はい、はい、ところでちょっと少し踏み込んだ質問になるんですけども、はい、対日の国サラマンダーズ、はい、ちょっと負け越しが多いように感じてます。そうですね、北九州フェニックスは今日で5勝5敗タイム押し込みました。いいですね、はい、日の国サラマンダーズの印象どうですか？そうですね、やっぱりあの投手陣がいいので、今は本当に昨日、今日と、はい、この連勝も、終盤をしっかり抑えれてるっていうのがうちの勝ちにつながっているのが、逆のことはやっぱりあの対熊本ではやっぱり向こうもリリーフのピッチャーがいいので、それで抑えられてっていうところになっているので、そこをなんとかこうリリーフ陣のピッチャーを打ち崩せるように、でそして、まあ失点を1点でも少なくして、うちのリリーフ陣でまたその点数得点を守っていけたら、だんだん勝利に結びついてくると思います。だんだんあの投打のバランスも良くなって噛み合ってきてるんで、はい、今後に期待したい選手、特にバッターでは最後にお願いします。そうですね、まあ、今は本当に、はい、あの一番の今津が、一番調子も良く、打率とか OPS も、すごい高い数字を誇っているので、そこからまあもう一人二人とか、だんだんまあ調子も上がってくるかなと思ってます。今はちょっとね、コロナ明けだったりとか怪我明けでちょっと、打率も下がってる選手はいるんですけど、まあ、そこはもう本当に全然、気にしてないですね。みんなよくが練習も頑張ってますし、はい、そうですね、はい、投打とともに徐々に噛み合ってきている印象もありますので、はい、これからも期待したいと思います。はい、それでは、最後に明後日からの試合に向けて、はい、意気込みをお願いします。そうですね、今日でまあ2連勝です。でまたこれから連勝を少しでもね、伸ばしていって、で対熊本も、しっかり勝ち越していけるように、これから投打噛み合わせて、なんとか一戦必勝で頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは本日のインタビューは以上となります。本田監督ありがとうございました。はい、ありがとうございました。